清津市は朝鮮民主主義、人民共和国環境北道の道と、朝鮮北部の重要な港湾工業都市である。推定人口、58万2480人。環境北道南部に位置し、日本海に面する港湾都市である。東は、日本海に面し、西は、船井郡重山郡南は、鏡城郡北は、海寧市。 ラソン特別市と接する。清津市中心部の衛星画像年平均気温は8.4度。1月の平均気温はマイナス5.4度と、沿岸部のためない陸部に比べると、寒さは緩和される。また、8月の平均気温も21.7度と、比較的涼しい。古代には、高栗牧海の領域だったが、その後、金谷元の支配下に入る。高来末期。 京城軍に編入された。李氏朝鮮時代には、不拠所属の商業村に過ぎなかったが、1904年に、日露戦争が勃発し、日本軍の兵員や物資の引き上げ基地として利用された。1908年、日本側の要求によって、万国通商港として開港。1910年10月1日に、船井軍は、清津府となる。 日本統治下では隣接するラナンに、大日本帝国陸軍の第19師団が置かれた。1930年代には、日本製鉄の清津製鉄所が建設されるなどして、工業が発達するとともに、いわゆる北線参考の一つとして、日本海経由で、日本内地と満州島を短絡するための港湾都市として整備が行われた。 日本統治時代の清津港清津市街地1945年8月13日、清津をソ連軍が占領し、事実上、朝鮮において最初に日本の統治から離れた都市となった。1960年から1967年、及び1977年から1985年の相場、環境北道から分離され、直轄市とされたが、 1985年以降は、再び、環境北道に編入され、その道途になっている。1990年代には、食糧危機が発生する。この節の出典日本当地時代に建設された、金作製鉄所を中心として、現在も鉄工業や金属工業が盛ん。また、化学兵器製造工場もあると見られている。しかし、 産業発展の負の影響として、水質汚染や大気汚染が深刻だとされる。また、1990年代以降の経済情勢悪化に伴い、創業を停止する工場が現れ、気圧の経済はさらに悪化した。近年では、闇市が規模を拡大させ、一種の市場経済化が進行している。 7区域、93道、14里を管轄する。平壌やラッソン、カイネへと結ぶ鉄道が多数発着する鉄道の要衝。また、市内には1999年に開業した路面電車、トロリーバスが運行している。平壌、観光への定期便が発着する、両老飛行場が、近郊の両老群にある。200能力800万トン。 水深12メートル2万トン級の船舶が入港でき、航海側の南浦港と並ぶ北朝鮮最大級の港湾であるが、1990年代以降のソビエト連邦の崩壊や北朝鮮経済の悪化に伴い、設備の4分の3が有給状態にあると言われる。警備艇や工作船などの停泊地や軍港があるため、港湾周囲は警備が厳しいとされている。 日本の舞鶴港、新潟港とを結ぶ貨物船航路があった。戦後の在日朝鮮人帰国事業で利用された。1999年に発生したのと、半島沖不審船事件では、漁船に偽装した2隻の船が、最終的に清津港に入港したことが、日本政府によって確認されている。2012年、中国の企業が、 運営権を確保する契約を北朝鮮公安総会社と締結し、拉致公も得た中国が事実上咀嚼することになった。当時国防委員会副委員長だった、超政策の意向が働いたとされる。明治43年10月1日朝鮮総督府令第7号による、朝鮮総督府官報第29号 P14 を参照。北朝鮮。 化学兵器5000トン保有か、マサオシー体から検出の猛毒 VX もアフップ部、ニュース2017年2月24日、北朝鮮の化学兵器、米露に次ぐ保有量日本経済新聞2017年2月24日、中国が北朝鮮の気をつこうを狙う理由。 daily nk,http コロンスラッシュスラッシュ d a i l y n k j p スラッシュアーカイブズスラッシュ166142017年12月6日閲覧。北朝鮮、拉ツ港に続き気をつこう中国に解放。と亜日報。 http://japanese.donga.com スラッシュリストスラッシュ3スラッシュオールスラッシュ27スラッシュ418868スラッシュ12017年12月6日ずらん中国の東海出口戦略第2弾北朝鮮の気を港運営権も確保中央日報 http://japanese.jons.com コロンススララッッシュスラッシュアーティクルスラッシュ267スラッシュ159267 HTML2017 年12月6日閲覧。ありがとうございます。